急いで報告しないと。何事だ。聖騎士様たちが襲われて、これは暗殺です。ああ、そのことなら報告しなくていい。すでにメルヴィンが対処している。魔剣士殿、どうされた。顔色が真っ青じゃ。何でもない。何だろう、めまいがする。お前がメルヴィンの魔剣使いか。メルセデス、この娘を斬ればメルヴィンの望みは叶う。いや、やはりメルヴィンの指示を待とう。気分が優れないので失礼いたします。魔王が攻め上ってきたらと思うと気が気ではありません。国が危うい時に幼いあの方で務めを果たせるのでしょうか。いとこのメルヴィン様は頼りになるお方。いっそ、いらっしゃいませ。ご注文はどん。かしこまります。以上でよろしいでしょうか。かしこまります。以上でよろしいでしょうか。ありがとう。またも貴様か。そばに寄るなと言っただろう。お前も死んだ女王のために戦うのか。無論、騎士とはそういうものだ。ならば暗がりに気をつけるんだな。その書状を諸侯に送れ。反旗を翻すには大義名分がいる。オズワルド、守備はどうだ。命令通りに反対していた聖騎士どもは秘密裏に葬った。これで文句を言う奴はいないだろう。よくやった。石頭の諸侯たちは依然エルファリアへの忠誠心が強い。だが幾人かは私が政務を取ることにサインを示し始めた。これでようやく全軍の3分の1を掌握したが、時間がない。上出来とせねば。メルヴィン殿、大それたことをしでかしなすった。革命に臨むと言ってくれ。鎖の入った壁は脆いもの。城とあの小娘の身柄を抑えれば流れは一気にこちらへ来よう。恐れながら、女王には守護を約束させた魔法使いとその竜がついております。ベルドーか。あやつも腹に一物ある困った男よ。臆するな。竜も従えてみせる。使者を出そう。メルヴィン殿、
反乱の誘いに竜の元へ行ける使者などおりましょうか。青ざめているな臆病者め。使者ならすぐそこに控えている。オズワルド、行け。だんだんひどくなる。死神を見てからだ。体の自由が効かない。メルヴィンのために成し遂げなければ。やれるさ、まだ。
よろしいですか。はい。以上でよろしいですか。はい。以上でよろしいですか。
命。Let's go.
Ha ha ha!
困りました。他にご注文はございますか？ありがとうございます。
ベルト、前女王の甥、メルヴィン公の使いの者だ。竜殺しのオズワルド、不穏な人選じゃ。何用か。妖精の園で随一の魔法使い、ベルドーよ。お前の忠誠は国に捧げられたものか、個人に捧げられたものか尋ねよう。そういうことか。メルヴィンが覚悟を決めたな。面白いことになりそうではないか。だがわしは部外者じゃ、頼られても困るな。事の成り行きが落ち着くまでは傍らで眺めさせてもらおう。そんな悠長なことを言っていられると思うのか。よもやわしを剣で脅そうなどとは思っておらぬだろうな。お前の気持ちに早く決着がつくよう、今この場で見せてやるよ、誰につくのが得策かを。ドラゴンを制し、魔法使いはメルヴィンの命令を聞き入れた。だが呪いはますます体を蝕んでいく。俺の魔剣は力を出し切れないまま、革命は終わろうとしている。舞台は総崩れです。どうすれば。新たな軍勢です。宮殿はすでに包囲されています。やはり寄せ集めの集団では踏ん張れんかったか。革命は失敗だ。メルヴィン様はどこに行かれた。我らも逃げるんだ。どこへ。どこにも逃げ場はないぞ。私の魔剣があんな小娘に遅れを取るとは。メルヴィンか。目が霞む。どこだ。見えない。
その様子では時間切れだな。役立たず。こんな時に潰れてしまいよって。魔剣の次の使い手をもっと早くに用意しておくべきだった。俺の代わりだと？メルヴィン、本当に魔剣のために俺の命を？嘘だ、そんな。俺はお前の何なんだ？答えろメルヴィン。お前は私の持ち物に過ぎない。捨て駒だ。私が王になるための。いたぞ、こっちだ。もう逃げられはしないぞ、反逆者メルヴィン。我が命運もここまでか。大地よ、今我が命が変える。天よ、名は変えそう。我が名はメルヴィン、真の名はニーズ・ホック。運命に抗い、トネリコの根をはむものなり。俺は今まで何のために生きていたんだ。動くなよ魔剣使い、もう観念しろ。なんだあれは。死神だ。哀れだな、クロシア。命を懸けて求めたものは幻だった。お前の絶望の味が心地よいぞ。生きながら己を腐らせ、死して名を繋がれるのがお前の定め。さあ招こう死へ。